はようなのかな、こんにちはなのかな。やっほー AKB48 チーム富山県代表のハルピョンこと橋本アルナです。やっほー、ということで配信をしていこうと思いますが、ポッよし755は完了。フッ素さん、ピンクの服ありがとうございます。こんにちは。いかがお過ごしでございますでしょうか。ソソさん、ピンクの服ありがとうございます。キキさん、ハートありがとうございます。まだ布団の中？なんだと？なんだと？なんだと？休憩中。イエーイ。キキさん、ピンクの服ありがとうございます。こたつから出られません。それもまた人生だ適当な返しをしてる。パンダさん、赤い服ありがとうございます。それもまた人生です。今日はこちらを飲んでいきたいと思います。じゃじゃん、ごくり。服の繊維を堪能してください。可愛くない？パッケージがめっちゃ可愛いと思って買いました。パケ買い、これぞパケ買い。昨日買った。それはどういうやつ？白桃の柔らかな甘さとふんわり広がる優しい余韻を楽しめる大人の味わい、ごくりと実感くださいです。 15% 桃果汁入り飲料です。はい、桃のジュースです。言うならば、うん、納豆ご飯食べたくなってきた急に。
かわいい。パンナさん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。なんか眩しい眩しは、昨日は配信をしまして、今日もたった今配信をしているんですけれども、そうですね、はい、なんか喋ることがない。いや、それはあれなんですよ、そのなんていうんですか、この前回の配信からのスパンが短すぎて喋ることがっていう感じです。サットさん、ハートありがとうございます。何喋ろうかな。今日は皆さんのところはどんな天気ですか。おすすめのスイーツ教えてるって、こっちが知りたい。なんかおすすめのスイーツとかありますか、皆さん。これ美味しいんだよねとか。投げやりかな。投げやりですね。投げやりではないですよ。みんながどういうところに住んでどんな天気なのか知りたいから、投げやりではありません。さっき朝ごはんは食べたっていうコメントがあったんですけど、昨日の夜ごはんをちょっと食べ過ぎてお腹がいっぱいなので大丈夫。お腹が空いたら何かを食べます。なんでそんな早く時間に起きるんですか。待って、多分私遅いよ、朝起きるの。結構何もない日はね遅いですよ。何かある時は早く起きるけど、何もない時はうん、本当に布団から出ないよ。うん、
ダさん、ハートありがとうございます。それってこう言っていいものなの？わかんないからちょっと何も言わないでおきますね。わ、ルタオのチーズケーキ、わかります。私も大、なんか昔なんかその買ってきてもらったことが、北海道じゃないんですけど、なんかどっかでなんかやってた時に買ってきてくれたことがあって、そう、それはマジで美味しかったですね。めちゃめちゃもうなんか人生の幸せを味わっている気分になりました。はい、ルタオのチーズケーキ、ルタオはネット販売もしてます。そうなの？いい情報を聞きましたね。富山にも届けてくれるかな。なんか地域とかあるじゃん、届けれない地域とか。富山にも届けてくれるかな。唐木田駅から徒歩1分のスイーツ店、玉もち、マジで美味しいよ。唐木田駅っていうのがね、なんかねあるのは知ってるんですけど、どこにあるかが全然分かってない。ごめんだが、どこ？全然わからん。カラキラ、どの辺なんだろう。東京の郊外、え八王子みたいな感じ。まあ、でもまださ、なんかさ、北海道とか言われるより良かったです。うん、北海道はね、行けないからね。もう完全に仕事がない限りね、まあ、東京も仕事があってなるんですけど、だとしてもさ、北海道に仕事なんてなかなかないじゃん。うん、サンリオピューロランドの近く、どこかわかんない。サンリオピューロランド、ルンちゃんが好きですよね。へへへ、それしか知らない。1007日ありがとうございます。ありがとう。北海道か、行ってみたいな。ひゆかおめでとうってきた。私ひゆかって名前じゃない。
航機から富山から飛行機で1時間ちょっとで来れるよ。そのさ、交通費ってどう出るんですかね。誕生日よって、え、今日誕生日じゃなくない？今日誕生日じゃないよ。どうやって、飛行機か。でも北海道行ったとて、北海道行ってくれる友達募集しときます。はい、北海道に一緒に行ってくれる友達募集。友達との旅行とかだったらさ、いいじゃん。でもなんか一人で何しに行くんだ。ルタオのチーズケーキだってネットで販売してんでしょ。だったら何しに行くんだ、北海道。北海道で買いたいものないです。なんかある？カニ。でも北陸のカニも美味しいからな。カニ、北海道海鮮丼食べたい。確かに海鮮丼いいな。富山のも美味しいけど、北海道の海鮮丼食べたい。わかる。なんか眠たくなってきた。ダメ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 、起きなさい。はい。はい、サットさん、ハートありがとうございます。いや、このなんかね、眩しすぎるのかな、このジョイライトさん。どうなんだろう、分かんないけど、目が閉じていく。
でもいっぱい寝ました。だから大丈夫、私は元気。ランキング読む。絶対お前この後昼寝しようとしてるじゃんって言われそう。しません。女優ライト消したらこんな感じ。なんか目に光がなくなって、なんかし、なんか闇に葬られた人みたい。いきます。皆さんもお仕事頑張ってください。はい、1位パンダさん、ありがとうございます。2位ナオチンさん、ありがとうございます。3位スノーさん、ありがとうございます。よっ、なに、怖、この人のなんか怖かった。4位ふさくまさん、ありがとうございます。5位ジョシュアさん、ありがとうございます。6位マックミックさん、ありがとうございます。7位串野大吾さん、ありがとうございます。8位みゃおいさん、ありがとうございます。9位テーマさん、ありがとうございます。10位カーアットピョンズさん、ありがとうございます。11位マチャルさん、ありがとうございます。12位ジャムさん、ありがとうございます。13位サットアット北海道、いつ来ます。行かない。ありがとうございます。そして本日のラッキー88位はあいたかさんかなです。ありがとうございます。朝から元気だ。あ、よかった、私の元気を吸い取られましたね。はい。ありがとうございます。皆さん本日は ありがとうございました。作太郎さんハートありがとう。キュンです、ありがとう。ゴン太郎さんピンク服ありがとうございます。今日ピンク色の服。イエイ。ということで皆さん本日もありがとうございました。またぜひ見に来てください、いつか。ぜひよろしくお願いします。もう終わりますよ、ランキング読んだからね。うん、私もあの先月のドボンのランキングとか書いたりしますね。時間のある時に。ちょっと書いてないのでまだ、やばいやばい。ということでそれではバイバーイ。いってらっしゃい、行ってきます。お仕事頑張って。なんかとりあえずバイバーイ、ありがとう。